Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。ちょっとドス聞いちゃったね、俺の声が。はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。今日はですね、たけるくんが初スペモンスタジオにお越しくださいました。皆さん、これがね、スペモンの新しい新メンバー、たけるくんでございます。よろしくお願いします。お願いします。もう何やかんやって結構出てるもんね、動画ね。そうですね、ちょいちょい出させてもらってます、ね、皆さん概要欄の方にね、たけるくんのツイッターありますので、フォローの方もお願いします。さあ、そんなことはさておいて、はい、今日はですね、たけるくんのタックルボックスをガチボックスだね、今回は。そうですね。もう見ていきましょう。さあ、どっから見せてくれますか。一番上からいきますか。いきましょう。とりあえずここは、おお、あ、綺麗だね。すごい綺麗ですね。スピナーベイト類。なるほど、ワイヤーベイト。そう、ちなみにちょっといいですか。はい。俺のボックスの中に見ます。すげえ汚いっすよ。これがたけるくんのボックスです、はい、そしてこれが私のごちゃごちゃボックス。どうでしょうか。たけるくん、ちなみに血液型は O 型です。マジっすか。はい。え、 O 型のボックス対血液型 B 型のボックスです。すごい対照的ですね。注目はここです。うわー、え、未開封ですか。未開封たちばっかりです、ね、あらー、いいなー。ほぼ未開封です、ね、皆さんどれが欲しいですか。ごめんなさい、鼻水が垂れました。俺が気になったのはね、これレベルクランクミッド。ミッド、はい。わー、かすみで使えそうなカラーでございますなー。いいねー。これってまさかのレベル 5B。レベル、ました。あ、ついに、はい、どこに売ってたんですかこれ。これ、あの、地元の釣り具屋に。え、なんていう名前のところ。キャスティングに。嘘。普通に売ってました。俺、ちょっと何も聞いてないよ、俺。あれ、マジですか。ちょっとやばいよ、それ。俺持ってないもん。それもしかしてお一人様限定1個とか。そうなんです。やっぱりね。山梨あるあるだね。山梨あるある。お一人様1点まで。1点まで。ブルタンク。ブルタンク。やばい、2つ、はい。しかも1個はちょっとレッドのカラーが気になりますね。これがですね、はい、知り合いの人に安く譲ってもらったんですよ。あらー、ありがたいですね。中古品ですか。いや、新品を。あ、新品で安く譲ってもらった。へえ、いいなー。まだ使ってないです。3段目、またすごいですね。ジャークベイトゾーン。ジャークベイト、クランク。なるほど。あとはバイブレーション。こんな感じなラインナップでございますね。さっきの、はい、2段目に紹介した、こちら2つあるんです。あらすごいですね。これはあの、キャスティングで、はい、あの福袋買った時に入っていて、なるほど、色かぶったなと思って。ガンガン投げれちゃうじゃないですか。ガンガン投げれちゃうんですよ。これはもうロスト必須ですね。まだ使ったことがないんです。なるほど。釣り人あるある。釣り人あるある。ルアー溜まってくけど使ったことがないパターン。集めるのに必死。必死だよね。わかるわかる。マニアだもんね、我々は。結論から言うと、見てるだけでやっぱ楽しいですね。楽しいね。すげえ楽しい。マニアっていう言葉は綺麗すぎるかもしれない。俺たちオタクだよね。オタクですね。うん、ルアーオタクだよね。ルアーオタクです。はい。さあ、最後の段、ビッグベイト。ビッグベイト、どれが一番お気に入りですか。お気に入りはですね、そうですね、やっぱジョイクのゼプロ。ゼプロ、あー、いいね。すげえカラーが気に入ってて、まあまあ、あー、いいですね。安定の使ってないです。使ってない、どれどれ。使ってないね、それ。お、ちょっと待ってください。はい。ここにあるのはフィールドカルチャー。カルチャーです。貼っちゃったんじゃないですか。貼りました。おー、早速貼りました。たけるくんはステッカー好きだもんね。めっちゃ好きなんですよね。車にもバシバシありますね、でかいのね。皆さんもしね、たけるくんのね、モンスターのでっかいね、ステッカーの貼ってあるね、ランクルでしたっけ。いや、ランクルまででかくないですね。クルーガーってやつ、ね、あ、ごめんなさい、クルーガーでした。クルーガーですね。すいません、見たらね、白いね、あのジープみたいな。ジープじゃないか。まあそれに近いような。 4WD の。そうですね。見ましたらね、皆さん、たけるくんに一声をかけてあげてください。たけるくんのそのね、一声がね、次の超過のね、力になればと思いますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ってな感じで、今回新メンバーたけるくんのガチタックルボックス紹介動画でした。はい。最後に何か。バス釣りたいっす。釣りたいね。釣りたいっす。本当に釣りたいっす。本当に釣りたい。
スペモン最近絶不調だからね、本当に。頑張りますか。頑張りましょう。はい、まあ楽しみながらね、ガツガツやりましょう。そうですね。はい、こんな感じで、はい、以上、スペースモンキー TV のタケルでした。そして、サルでした。バイ。